高校を卒業後、カナテクカレッジに入校して、2年間そこで学び、現在のウィンズトヨタ神奈川に入社して、そこでメカニックとして仕事をしています。まず入校して最初に、工具の名称だったり工具の使い方、自動車の基礎から学んでいって、最後にはエンジン自分で一人で自動車から降ろしたりエンジンオーバーホール分解して組み直してっていう作業をやりました。そうですね、車がやっぱり好きな仲間友達が多いのでプライベートでも車みんなで乗って一箇所集まってみんなで車の話をしたり自動車ちょっとみんなで整備したりして遊んだりしています。今特に多いのは点検がメインに仕事をしているんですけど、点検以外にも、故障したエンジンとか故障したところの修理だったり、故障診断したりっていう仕事をしています。で今、トヨタ技術検定1級っていうのを受けていて、それに、受かるのが一番近い目標かな。それに受かった後でも他にもいろいろ資格とかがあるので、それを早く取れるように頑張っていこうと思っています。そうですね、車好きな人、興味がある人が入ろうかなって考えてると思うので、全然そのくらいなんですかね、軽い気持ちで入ってもらって、そこで最初にも言ったんですけど、基礎から教えてくれるんで、そこで知識とか、技術を高めていっていただければいいかなと思います。ありがとうございました。